おはようございます。僕の前宣伝してなんかうなずいてたから。いやいや、回りましたよ。はい、おはようございます。おはようございます、はい、今日はですね、私の主婦の一日のルーティンを撮っていきたいと思います。で、今回なんですけど、またサロニアさんから案件いただいたので。またですか？そうで、サロニアさんめっちゃいいの、ほんでほんまに、あんまりその良くないもんをさ、みも何回も紹介したくないから、で結構サロニアさんの商品何回も紹介させてもらってると思うんですけど、今回も紹介する商品が、あの前もなんかのルーティーンで使ったと思うんだけど、電気ブラシ。おー、これ多分見たことあるんちゃうかな。はい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 、前の動画見てくれてる人は多分知ってると思うんですけど、最後出勤のルーティーンですね。あ、そう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 、電気ブラシです、はい、でこれは顔がぼんやりする時とか、その朝調子悪い時に使うのがいいと思う。ミオもそうしてる。電気ブラシってことはチクチクする感じですか？チクチクっていうか、これレベルがあるから、そのレベルによる、低いやつでやったらせえへんけど、レベルアップしていったらちょっとチクチクするって感じ、うんうん、でも痛くはない別に。だから朝やるのがいい。朝コンディション悪い時ありますもんね、たまに、うん、なんかあれみたいなあります。今日なんかんみたいな、はい、今日なんか自分ちょっとちゃうなみたいな、はい、これ頭も使えるから。え、頭もいけるんですか？そうそうそう。てか、みゆ、サロニアさんの商品を結構愛用してて、うん、これ結構マジでおすすめです。前のやつもそうやった、なんか。確かに。あ、かわいいやつあったやん。スチーマーですね。スチーマー。はい、あ、でもめっちゃいいから、うん。で、これやる前は化粧水塗らないといけないんで、ちょっとなんかこう。通電しやすくするためなんですかね。そうそうそう。これでレベルが忘れるんで。うん、なんか、感覚で言ったら、うん、ちょっとあったかい感じ。はぁ、あ、はぁ、あ、なるほどなるほど。で、顔がこうシュッてなるから、わかる？ここ、はいはい、見えへんか、ちょっとこんな感じで、わかる？見えないですけど、ちょっと、はい、伝えにくい、なんて言ったらいいですか、皮膚の中の筋肉を上げる感じなんですかね。電気走ってる感じ、ほんまそのまま、はいはい、全身使えるってすごいですね。だから、ほんまに朝調子悪い時とかがめっちゃいい。でもさ、わかる？うん、ちょっと待って、結構すごいですね。私そんな変化が現れにくい方やと思うんですけど、はいはい、結構この変化現れるんで、うん、松潤さんみたいな人はすごい分かりやすいと思う。あ、そうなんですか。痛くないで、レベルに合わせてやったら。これ結構マジでいいんですよね。大事な日とか必須ですね。それカンコレの日とかも絶対使えるじゃないですか、うん、絶対いろいろ。マジでいい商品ばっかり。これもお気に入りの一つ。しかも視聴者の人にも結構めっちゃ良かったっていう声、あ、結構言ってくれる、多いですよね、サロニアさんの。そう、だってミヤがなんか変な紹介したら信用しないから。いや、こんな感じで、はい、できました。こっち見てください。で、この後は着替えて掃除して街に買い物行きたいと思います。はい、はい、お願いします。朝の準備が終わったんでメイクしていつも通り掃除をしていきたいと思います。こんなんとってさあるんですよ。あります、あります。え、今日何？今日は一日主婦密着です。プロデュースドバイサロニアです。一日で申し訳ないです。だってもうみんな来られてもさ、どうしたらいい？いつも通り過ごしてもらったら。だからいつも通りがこれやったね。はい。僕にはもう触れずに。トイレめっちゃ可愛くない？あ、トイレ映したことある？あ、トイレないかもしんないです。ない？めっちゃ可愛くない？可愛い。カズマくんじゃなくて、猫だ。お店みたい。感じで、はい、今は掃除機かけてます。いつもだって僕、みゆさん作るときめっちゃ綺麗ですもん。え、だって来る前掃除してんもん。あ、そうなんですか、うん、めちゃくちゃ綺麗です。カズマさんの前は、うん、で、カズマくんがやってくれたり、はい、みゆがやったり、やれる方がやるって感じ。こんな感じです、私の朝は。はい、じゃあ、今からちょっと薬局に用事があるんで、薬局にお買い物行きたいと思います。これ歩いていくん？いや、これチャリで行きます。またチャリ？はい、今回案件じゃないですか、この動画、うん、サロニアさんも、うん、視聴者さんもチャリに乗せろ、チャリに乗せろとミウを乗せろと、はよ乗せろと、強めの予防でいただいてますので。いや、ミウは全然いいけどさ、はい、なので今から自転車をね、借りてチャリに乗ってもらって。近いんじゃん。で、いつもまあ買い物とか、そのドンキとか薬局とか繁華街が河原町なんで、ちょっと街に繰り出すときは河原町まで行ってます、いつも買い物。一人で行ってるんですか？一人で行ってる。皆さん、こちらです。なんでこのさ、はい、ヘルメットとこのこれなの？もうセットみたいになってるやん、ミユが自転車乗るとき。すいません、ミユさん、これしかなくて。もう
皆さんのチャリ乗せろって多分このチャリ乗せろってことやと思うんで、チャリ乗ってたら好感度そんな上がるのか見えるめっちゃ言われたけど、クライアントさんもね、あの買い出しの動画結構気に入ってくれてるみたいな、 ありがとうございますチャリに乗せろ乗せろと、はい、うるさいのでね、皆さんが今回も乗ってもらいましたけども、はい、わかりました、はい、ライフぶり、うわ、え、これ電動やん。そうですよ、最高。こないだね、松潤さんだけ電動自転車で、私だけなんか普通の自転車乗せられて、ママチャリで電動とかあるんや。え、全然ちゃうやん。え、バリ楽、ちょっと漕いだだけでめちゃくちゃ進む。こんなすぐにチャリ乗ることになると思ってなかったっす。だってあれいつ乗ったん？12月やろ、あれ12月でしたっけ。3ヶ月前やったよ。全然立てへんよ。ていうかさ、めっちゃ見られる。いやや、ミユチャンネルです。見られる。こんにちは。今3ヶ月前や、あちこめっちゃ恥ずかしい、ほんまに。てかさ、思ってんけどさ、ママチャリ乗って押してるだけやん、これいい。ママチャリここ多分ね、乗れないんですよ、ママチャリ。じゃあ帰りやね。はい、帰り。薬局だけ行って、じゃあ違う通り行きましょうか。そうしましょうか。みゆさん、薬局着きましたね。はい、松木を着ました。まあ基本松木よか杉薬局。なるほど。買い終わりました終わりました薬局で買いも終わりました。今みゆさん、やばいっす、雨です。雨降ってきたで。まあいいわ、みゆヘルメットかぶってるし。で、調達が終わったんで帰ります。家帰って今日の夜ご飯を作ります。で、カズマくん仕事行ってるんで、それまでにちゃっとご飯作っちゃいます。雨降ってきた、家帰ろう。寒い。え、めっちゃ晩は降ってきたな。しかもちょうどよかった。そろそろお家に帰りたいと思います。ご飯の準備があるんです。なんか主婦みたい。まあでもほんまにこんな感じです。帰ろう。はいはい、お家帰ってきたんで、ちょっとカズマくんが帰ってくるまで料理をして待っていきたいと思います。はい、では今日のメニューは肉じゃがでも作ろうかな。おお、安定の YouTube 見て作るこの人のやつを参考にしてるとかあるんですか。ある。え、あるんすね。てかさ、この間会いたい YouTuber おるみたいな感じで思い出してみよう。はいはい、会いたい。あ、いました。うん、どの人ですか。リュウジさん。あー、出た、バズレシピ。うまいっすよね。めっちゃうまい。全部うまい。マジで会いたいねんけど、会いたいっていうか教えてほしい。マジで学びに行きます。マジで学びたい、プライベートで学びたいしかも全部うまいっすよ。全部うまい、何作ってもうまい。でもお肉を解凍してるんですね。そう、わかった。はい、わかります。そこに袋持ってきてやるスタイルなんですね。合理的ですけど。なんで。いや、ラップや、ま、一番肉じゃがって簡単やし、いいよな。肉じゃがってさ、男の人絶対好きじゃない。まあ、まあ好きですよね、肉じゃが。あんまり。なんか肉じゃがってなんか手料理の定番みたいな。うん。何が好き、手料理で一番。え、手料理で何が好き、うん、餃子っすかね。餃子、うん、まだ難しいの。難しいんですか。え、餃子作ったことないよ。包むだけですよ。難しそう。が1位。はい。え、うまいです。リュウジのバズレシピの餃子作ってます。え、あんの？餃子あります。え、あれはな、あの男が好きな味やね。ああ、わかる。酒飲みと男が好きなんですか。うんうん、もう絶対男が好きやもん、マジで。これ作っといたらいける。多分簡単。ミユでもできちゃう。ミユさん、包丁シーンになったらじゃあ TikTok 撮りましょうか。TikTok 撮る？はい。ミユさん、ミユさん、はい。視聴者の方のヤバいもとかで、うん、どう思うか教えてほしいです。はい。TikTok も撮って、てかさ、料理もして。てかさ、TikTok さ、全部米洗ったりさ。じゃがいも切ったり、玉ねぎ切ったり、人参切ったり、めっちゃ嫌やねんけど、みんなさ、もっとなんか映えてるとこでさ、いや、違いますよ。かやってるやんか、かわいくマイク持って。え、やばな。大丈夫です。マジでなんか、そういうコンセプト？ゲリラ的にやっぱ質問したいんで。ゲリラ？はい。いきなりね、突然。その時どう思うかっていうのを答えてほしいんで。うん、今後いろんなシチュエーションで多分撮っていくと思います。いやけど、ミユだけなんでこんななんか全部米とかなんなん、なんか可愛いのこれもっとあるやろさすがにこれはさすがにさ、ミユさんこれがいいんすよ。え、これがいいんすよ。味噌それ食べる？昨日のやつ結構残ってますね。うん、あ、食べてくださいよ1個。どれがいい？いや大丈夫ですよ。いや食べて1個どれがいい？はい、ポンデリング系がそれがいいです。これ、はい、ありがとうございます。いただきます。サンドイッチ食べていいですか？咀嚼音は入っていいですか、僕の。うん、いただきます。いただきます。買った。昨日のやつ。え、買った。昨日のやつ。ちょっと待って。買った。昨日のやつ。買った。
こっち食べたら？いや、いいです、いいです。これ、いただきます。こっち。え、いいっすよ、こんな。え、いいんです、いいんです、いいんです。霜が食べます。霜、食べる？いやいや、美味しそう。硬いかもしれないから気をつけて。硬いとか言われねえけど、なんか。松潤さん、甘いの嫌い？いや、そんなことないですよ。食べますよ、結構。あんま太ってないもんな。いや太ってきました。みゆさんとなんか YouTube やりだしてからめっちゃ太ってきました。なんで？わかんないです。味噌のも食べて、つまみ食いしちゃって、あとはもう入れるだけです。はい、お味噌汁ですか？そうやで、汁って毎日作らなきゃ。そうなんですか。え、ご飯に絶対いるよ。まあ、欲しいですよね。これで味噌入れたら完成です。肉じゃがってさ、パッて入れても炒めて煮込むだけでいいから、いいような。あとは増すだけみたいな。あ、そうなんですか。え、知らんの？え、これ入れて炒めて、うん、やってあと30分待つだけ。来週あれやで、みゆの家族とカズマくんで、うん、旅行行く。え、そうなんですか、うん、あ、家族もみんないるんですか？妹とママとかもみんな。二家族、三家族で。二家族よ。仲いいんすね。めっちゃ仲いい。で、先週は岡崎で、あの、行った。カズマくんと弟とお母さんと。はいはいはい。お母さんと二人でサウナ入った。何喋るんですか？え、何喋ったっけな。あ、仕事の話とか、うん、あ、だからその松潤さんのことも理解してますよ。え、ほんまですか？あの、お母さん。え、理解してくれてます？うん、あの松潤さんやったっけ、うん、受け入れてくれてますかね。うん、仲良くできてるみたいな感じ。はいはい。あ、なるほどなるほど。まあそこそこって。そこそこちゃうでしょ。めちゃくちゃ仲いいって言ってください。みゆってさ、カズマくんとかカズマくんの家族とかお母さんにはさ、うん、忠実やけどさ、はい、ね、あ、ブラックみゆ出してないってこと。そうなんじゃないですか。マトジュンさんとほんまにうまいことストレスなくやれてるみたいな。あ、なるほどなるほど。だからまあまあまあ普通にやれてますよね、やれてますよね。うん、あ、冷蔵庫の中。まあ、見んといてや、マジで。何度たくさん紛れて冷蔵庫見てくる。まあいいけど、別に。はい、じゃあ、これ入れて終わりです。あとは30分待つ。めっちゃいい匂いそうやな。はい。私の手料理食べた唯一の2人目やもんね。そうですね。カレーいただいたんでね。あとこれ入れて、ふたしたら終わり。はい。どう？肉じゃがの工程。いや、もう。手際よく、テキパキと。しかも、肉じゃが、これ水使わへん。え、そうなんすか。うん、無水の肉じゃがです、これ。そんなんあるんですね、うん。で、ポイントは白だしを入れる。ほら、お水使いませんでした。旨味が出るんだ、ね。そう。ここから25分。完成になるまで。よし。これだ、上の蓋取れてん。買わないと。あー、やりにくそうですね。もう昨日取れてるから忘れてた。ほら、取るときめっちゃ危なない、これ。なんか入れて広がるやつないんですか。なんかな、これまたやらないと。じゃあ、待ってる間にもう、あの、ちょっと化粧落としちゃいます。はい、はい、早いですよ、私の化粧落とすスピードはいつも早いですね。とりあえずもう、取り終わったじゃないですか、今日の一日、はい、なんで、もう落とします。なるほど、はい、お願いします。はい、25分経ったんで、肉じゃが完成しました。めっちゃ美味しそうな匂いする。で、肉じゃができたんで、カズマくんが仕事から帰ってくるのもあって、ご飯食べてもう終わり感じのルーティンですかね。なるほど。蓋が壊れてるんで、これで、はい、じゃん、美味しそうじゃない。無水肉じゃが、無水肉じゃが完成です。めっちゃ美味しそう。白飯あります。あれ、あかんで食べたらカズマくんが見えないからだってさ、もう3合炊いたのに全部食べられたもん、この間も。もうほんまに松潤さん大食いやから、また今度一緒に食べる企画の時作りますよ。わかりました、はい、こんな感じでした、私の一日は。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、で、あの、朝紹介させてもらったこの電気ブラシなんですけど、改めて紹介させてもらいたいと思います。前も紹介したスチーマーもこの電気ブラシもそうなんですけど、サロニアさんめちゃくちゃいいのにめっちゃ安い。そうなんですよ。そう、だから普通多分、うん、電気ブラシとかって10万以上すんのかな。いや、だって僕知ってるやつは20万ぐらい20万もすんの。それが普通ぐらいと思ってました。高っ。まあ、でもサロニアさん言っても10万近くはするんじゃない。そうで、10万近くするんかなと思ったら、これ2万円台らしいんですよ。2万円台なんですよ、これ。だから安いっていうか、コスパがいい、めちゃくちゃいいのに。安すぎでしょ、コスパ、うん、動画で見たら分かると思うんですけど、あんなに効果出てこれって結構いいですよね。めっちゃ安いですよね。うん、しかもみゆさん結構多分他の美容やられてると思うんですけど、うん、それに比べてサロニアさんの電気ブラシってどうでした。うん、今日使って、これ1個あったら家でできるから、案件とかそんな関係なくて、めちゃくちゃ普通に私めっちゃいいと思うんですよ。この1個あったら1年間でだいぶ違うと思うねな。しかもこのなんか電気ブラシ小さいから持ち運びしやすそうじゃないですか。うん、そう、見てこのサイズ、ね、私の、うん、顔ぐらいのサイズもあって、でこれちっちゃいから、その東京出張の時とかも持って行ってるんですけど、旅行とかにも入りやすい。あんま
傘がかさばるやつやったら持っていきにくいけど、これぐらいやったらちっちゃいカバンでも入るんで旅行にも持ち運びしやすいですね。なんか、はい、移動とかで疲れてね、うんうん、あんまり顔調子よくない時とかとかで持って行ってたら、あ、今日調子悪いなって時もこうやったらシュッてなるんで、家じゃない時とかは持っていたりしてます。私は皆さんこれしかも、うん、タイプ C になってきますよ。うん、充電ね。はい、しかも1回充電したら14時間持ったらしいですよ。うん、めっちゃ詳しい。さっきあの拝見しました。あ、はい、実は僕もね、あの、いただきまして電気代。あ、いいやん、めっちゃサロニアさんに、うん、はい、使わせてもらいます。え、ほんまに使った方がいいですよ。私も使ってるもん、お前もらってからずっと。いや、ほんまにコスパいいから、美容家電みたいな初めて買う人とかは結構挑戦しやすいと思うんですよ、うんうんうん、僕こういうの持ってなくて、なんか美容家電やったことある。配布とか、うん、配布はあります。うん、これは高いしな、いけるかなっていう、うん、やってみたら。これですか。うん、結構痛くないですか。で、横来てもらって、はい、隣失礼します。はい、で、振りますね。はい、めっちゃ振ってください。OK。 ちょっと待って、もう一回映ってへんかった、角にビチビチっすよ、もう。口と鼻集中的にやりました、今。この辺とかバリカピカピなんですけど、あんま顔の面積多いからさ、ないっす。余白あるんでちゃんとお願いしますよ。 OK です、ありがとうございます。モードは何でしたらいいですか。フェイスですか。うん、フェイス。頭もやろう。頭もやります。うん、モードで長押しして、はい、一番上が頭、はい、真ん中が顔、はい、三番目がボディ。なるほど、こんな感じですね。うん、まあ、とりあえず私頭します。僕も頭しますね。レベル何ですか。1、5、5にしてみて。 5?3 にしよう、3にしよう。1回5、1回5、1回5って、ね、1回やってみてください。わっか記憶飛びそう。記憶飛ぶやつじゃないですよね。ちゃいますよね。あーすごいすごい、あすごい、あすごいやん。レベル5、あっつ、あー音聞こえます、ジリジリジリって。こういうのね、あのセルフでやっていたっていうやつ見ないですよ。普通やられていたとかやりたいんですけど。でもいいやん、頭こうやって押さえつけるみたいな感じでこうやってやったらピリピリするけど、頭からシュッてなるから、これいい、めっちゃ。で、このピン動くじゃないですか。これ 3D フィットピンって言って、うん、しっかりこう押さえつけることでなんか EMS が流れてきてる感じがすごくないですか。 EMS… あっ、カルプで無理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 お互いこう無理無理引き上げ合うみたいな。無理無理無理、顔やろ、顔、次顔やります。はい、無理無理。左だけやりますか、うん、ちゃんとしてください。めっちゃあったかくて気持ちいい。あ、意外に意外に、いや結構怖かったんですよ、電気ブラシって。うん、あったかくてめっちゃ気持ちいい。違うって、だから自分のレベルに合わせてやっていいんですよ、はい、なるほどなるほど。5とかやったら結構強いから、はい、はいはい、はい、多分私は3とか、はいはい、まあ、4とかでもいいかも。私は3、松井さん4。僕4です。うん、うわ、なんかこの 3D フィットピンがめっちゃ気持ちいいっすわ。なんかぴったりくっつく感じして、いいよな、うん、やり方としては上に引き上げる感じ、うんうんうん、普通に気持ちいいです。ピリピリしてあったかくて、しかもこれピン硬いからなんかボディとか硬い部分にもゴリゴリ当てれる感じしてよくないですか、うん、てか全部できんの、いいよな。頭もできて、顔もできて、体もできてってめっちゃよくない。お腹もできるんですか。お腹だから体やから。うわ、やってみよう。モードに合わせて顔、頭、体。あったか。ちょいメタボ？かなりメタボです。なんかだらしない体してる。なんか見てみたら温感機能がついてるらしくて、うん、なんか温めながらしっかりケアできるのとプラスで、うん、IPX5 防水設計になってるんですよ。知ってます？でその早口言葉みたいな。いや、あのこれは美顔器とかって。大体防水に対応されてないものがほとんどなんですけど、うん、このブラシは濡れた手ぐらいとか、うん、もうお風呂上がりの感じとかでもうパッて使えるような感じで防水設計がされてるみたいですね。へえ、めっちゃいいよ。めっちゃいいですよね。なんか使い勝手いいし、うん、こういうのってなんか壊れやすいからあれなんかなと思ったけど、うん、結構なんかガシガシ使える感じがして。それで安いって最強やな。いや2万台でしょ、お得すぎるでしょ。てか2万はマジで安すぎん。やりすぎたサロニアさん、さすがに。え、なんでほんまに。いや多分商売知らないんやと思う。原価で、原価以下じゃないですか逆に。え、でもほんまにマジでほんまにそうやんな。原価多分これ5万ぐらいかかってると思うんですよ。売れるためにマイナス。え、だって安すぎん。安いっすよねこれ2万は。うん、もうちょっと取ってもいいと思う。みゆさん結構キャバ嬢でこう第一線でバチバチやられてましたけど、うん、なんか食べ放題とか、うん、お得なもん結構好きですもんね。
あ、好き。ね、だからサロニアさんのこういうコスパいいやつがめっちゃいいと思う。お得なん好き。最近そういうの気にしてきた。どうせ買うんやったら得の方が良くない？間違いないです。いいやん、それもらったんやったら使いよ。はい、使わせてもらいます。うん、あ、でも慣れました。レベル5で全然いける。いける、はい、あ、だからあれなんや、やっていったら大丈夫。最初が結構あれなんか。最初からレベル5で当てるとちょっとびっくりするぐらいな感じですけど。私は3でやってます。うわ、ほんまやわ。うんうんうん。うわ、すごいやん。こっちだけ。普通にすごいよな。みーも朝めっちゃかかってたもん。スカルプ気持ちよくないですか？スカルプ結構好きそう。頭もいい。みーも頭しよう。あ、めっちゃ気持ちいいわこれ。なあ、すごいよな。でもはい、すっきりしました。みーさん、今回なんと、うん、またまた、はい、サロニアさんにスペシャルクーポン発行してもらってます。なあ、クーポン絶対使った方がいい。いや、もうこれやばいっすよ、うん、もうやりすぎっす、サロニアさん。なんとみーさんの概要欄から買うと26% オフで手に入ります。めっちゃ安なるやん。そうです。いいん、そんな。もうわけわからなくなってるんじゃないですか。え、でもほんま安なん。安すぎますよこれ、さすがに。でもほんまに案件云々関係なく、これ私結構ほんまにマジでおすすめなんで、気になった方はどうせやったら私の概要欄から買った方が安く、 26% オフなんて安くなるんで、気になった方は私の概要欄の方からチェックしてみてください。4月8日までになるんで。あ、期間限定。はい、期間限定になりますので。だから2週間ぐらいかな、はい、皆様気になった方は2週間以内に絶対買った方が得なのでチェックしてみてください。で、サロニアさんといえばもちろんあれもついてます。30日間の返金保証と1年間のメーカー保証です。それやばない？だから毎回やばいですよ。僕あれ思ったんですけど。え、ほんで？マジで。多分商品自信があるからやと思うんですよ。まあでもそうやろな。じゃないともう返品祭りになるじゃないですか。そうやんな、まあ、あかんかったら。気に入る人がもうやっぱ多いから、うん、ここまで返金保証してくれてる。てかマジでみー、それ前のさ紹介した時も思ってんけどさ、めっちゃ良くない？それだってまあちょっと気になったターンの桃って言って、あかんかったら返してみたいな、そんなシステムってあんまなかなかなくない？いや、もう美容家電で、うん、もうなかなかないっすよね。まあでもいいから多分返す人あんまおらんと思うけど、でもそれができるっていうのがすごいよな。さすがサロニアさん。で、これあの、いろんな人に美容頑張ってほしくて、特別にサロニアさんにキャンペーンを組んでもらったので、気になる方は期間内に概要欄の方から購入してください。こんな感じで今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。